第1話、やってみると面白かったことです。私がお風呂へ入ろうとしている時に、近くに軽めの生き霊か幽霊が近づいてきている時があり、ピーという小さめの耳鳴り音が軽くなり始めていたので、大きな耳鳴り音になる前に、私が自分の耳のそばで両手でパチンパチンパチンと3回めちゃめちゃ大きく高めの音で叩くと驚いたのかと思われますが、とりあえず私の近くからは消えてくれていました。第2話です。大変貴重だったサイレード機のアラジオのお話です。地元の祭り時に、その祭りに参加している若い衆が各家庭用に盛り塩とその台紙とともに持ってきてくれていた大さじ1杯ほど小さなジッパーのビニール袋に入れたアラジオを、真夜中中に私の家の玄関先を正面にして、右側道路用のミラー角下へパラパラとそのサリード機のアラジオを捨ててみたところ、夜の街灯だけの明かりだったのですが、見たことのないうっすらと現れたおじさんがニョキニョキと気をつけの体勢をした直立不動の状態で地面の中からふわっと現れ てきていて、黒いもやがかっているその男性は数秒立ち尽くしていたのですが、私はその方を気にせずにそこの辺りにアラジオを振りまき続けていると、数秒間そこへ立ち尽くしていた黒く燃えがかっているその男性は、正面だけ歩き見ながら横の細い道へ2、3歩まっすぐに歩いてすぐに消えていきました。その後にその辺りの地面から女性でとっても温かく優しい声で、ありがとうと聞こえてきていました。もしかして地面に悪霊のような人間が埋まっていて、地元の祭礼時であったそのアラジオで清められ、偶然だったのですが悪霊が出て行ってくれたので感謝されていたようです。祭礼時にいただいた盛り塩用のお塩を普段通りゴミ処理せずに良かったです。ご視聴ありがとうございます。感謝してます。